まあ難しいけど、まあ弱体化ではないと思う。うん。でも視野角が広いのはね、ガチでね、めちゃくちゃいい。めっちゃいい。キャラコンが綺麗だからこそ、マジっすか。めちゃくちゃ嬉しい。まあこれは書斎の通行止め使われるな。まあしゃあないこれは。もう分かっとった。まあリンちゃんはしゃあない。でワンチャンはそこの奥の通行止めも使うかもな。あーうまい。火取ったか。イズさんこんばんは。あれ？どこ行った？うわ、最悪だ。オッケー。キラーに集中してたらさ、こんばんは言ったか言ってないかどうかさ、別れようになるからさ、ちょ、2回言ってしまうときあるけど、許して。2台は上がりそうやな、でも。全キラー配信ぶっ通して全部見ました。マジ？あれを見たん？ 11 時間ぐらい？すごいね。ぶっ通して見るんはやばいな。おもろかった？うわぁ、仲間あれ起きてる。まあ俺ね、当初ね、そんな時間かかると思ってなくて。うまい。ランダムパーク舐めてたんよな。だからめちゃくちゃかかった。ワンチャン配信一枠じゃ、収まりきれんかったもんね。これはいたすたんされんよ。絶対。どうせヒール入れとるやろ。あのニコラス。回してないと思う。うん。あれぶっ通しで見る方も結構バケモンよ。綺麗に最短通れたな。よーし、そろそろ共鳴立ち入れていきましょうか。あ、DS 残っとったんや。それはナイスすぎる。うまい。ちょっとこれは話変わるな。しんどいね。嘘、回してなかった。あ、いるよね、やっぱり。アシュレイ様。なんかスクラッチ見え方変わった。なんかね、見えやすくなったらしい、スクラッチ。畑でも、やから割かし、見えやすくなったらしい。これめっちゃええよね。スクラッチ見えやすくなったん。あれ、もう一人おったんか。いい次やな、それ。さすがにライターは無理そうやけど。共鳴が入れれんな。ねえ、スクラッチ見えやすくなったよね。上か。うん。ファームが見えやすくなったんが一番いいわ。結局。小で回してる。結局ファームよ、問題は。ヘリケンなんてまだ見えやすい方やからね。やっと共鳴釣れるよー。
イタチ入れに行きたい。早くイタチを入れさせてくれ。で、暗めのマップやと、なおさら見えやすいやろうね。オフレコだ。これ無理だ。追えない。ああ、トンネル系パーク。オフレコはねちょっと厳しいね。タゲ取ってきてるね。いいタゲ取りや。そこ板使ったよね。オッケーオッケーオッケー。これ届くんやな。なんか視野角でマジで変わるね。うん。なんかめっちゃ長く感じちゃう。共鳴地獄だぜ。あんまここに共鳴たちよろしくないかもしれんけど。まあまあまあ。うまい。まあ、上は正直リリースやな。終わんでええしな。ペイルローズスクラッチみ、ああ、そうなんや。確かに暗いマップやとめっちゃ見えやすそう。間違いないな。確かにそうかも。今足でおったな。あ、通行止め板がほぼほぼもうないから、楽やね。まあ、ここは最後まででハミテと。ライトおるからちゃんと警戒して。いやー、共鳴釣れんなー。これ共鳴やったらなー、めちゃくちゃ変わるんやけどなー。共鳴の生成が悪いからしんどいかも。書斎触らんかな。えらいな、上に引っ張ってんの。無理っしょ。でかっ！オッケーでけえ、これ。な、書斎は上がるかもな。ヒール入れたか？やらかしてくれたな、これ。でも、あれやね。ロッカーマジで入ってしまうからな。まあ、仕方ないよね、そういうの。なんか位置関係的にね。エリケンは特に、そういうことが起きちゃう。負傷直した子が多分、救助行ったかな。とりあえず待っとったり立ち入れて、ここ回しとって見つけたら追いたいな。やってるね。いやー、ちょっとここを満たされたらちょっとだるいなー。でかー！絶対おると思った。絶対おると思った、ここら辺。これでかいわ。これはもう、野生の勘よ。絶対おると思ったわ。ここを満たせんと勝てんもんな。当たらん？当たらんか。
今よく見る煽りサバいるんで、あ、そうなんすか？まあ、いっか。もう勘やな、今の。でもな、絶対な、隠密せな勝てんのよな、あそこ。だから絶対隠密すると思った。で、ワンチャンおるかなーと思って開けたらおったわ。あの勘ね。上から潰すか。上に上がってきたいやろ。下でダウンしたらまずいから。うまいね。で、アシュレー上おらんかったしなぁ。いいデッドハード。マジ？それ決める。クリップ入りやな、これは。うまい。これ逃げられてもしゃあないな。めちゃくちゃええデッドハードやったな。ハチないんか。運ないな。ランダムパーク6月4日まで延長や。やった。